今さっきはねずっとシャドウ方向をねいろいろ塗っていったんですけれども、今からハイライト方向でもう少しグラデーション、ディテールですね、ディテールを書き込んでいきたいと思います。ここ目の上のねこのちょこっと膨らんでるところ、目玉によってあの皮膚が盛り上がってるんですけども、そこをねまず上の段を書きたいと思います。3.5 を塗っているところに 0.5 を足すわけですから、3ですね、基本色である3を使います。でこれを、はみ出さないように十分注意しながらここに乗せます。でこの、塗るところはですね目玉の真上です。こういう感じ、ほら分かります？黒目の真上です。そこに塗ってください。すると黒目が一番目玉の眼球の中で一番飛び出しているところなので、その向きが決まりますので、はい、目の位置が決まったのがちょっとわかると思う。少しだけねこっち向いてるんですね。で、ここのシャドウをね今3で描いてたと思うんですけれども、下まぶたのハイライトも描いておきます。3で描いてますんで 2.5 です。 2.5 で下の、目袋まぶたの膨らみを描きます。塗るというよりのせるに近いんですけど、はい、こんな感じ。少しだけ目の周りがポコッと膨らんで目玉が入っているように見えるようになったと思います。シャドウとハイライトをね組み合わせることで作っていくという感じですね。で、ここほっぺたですね。ほっぺたが今、2.2 を塗ってるんでね、2を塗ってるので今度はねいよいよ 1.5 を使います。ということ、ちょっと明るすぎるかな、こんな感じですね。あ、ちょっと明るすぎた気がします。インディアンみたいです。インディアンマスクみたいになってますね。2を塗ってる箇所が2でリカバリーしましょう。ちょっと明るすぎたか、もっと薄くですね。もう一度気を取り直して、2でいきましょうか。濃すぎたのでね、明るすぎたので、1.5 では明るすぎたので2をねもう一回重ねましょう。本来2の場所なんですけど、いろいろ塗ってるうちに2より色が深くなってたようですね。鼻のね小鼻のところとかこの辺もねもう少し塗っていきたいと思うんですけれども、鼻自体は側面は3で塗ってますんで、ここに2を乗せるとねちょっと温度差が大きすぎるので、2.5 を使いながら、バランスを取りたいと思います。
一見載せたところあんまりは載ってないようですが、そういう時は何度もちょん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 と塗ります。すると少しずつディテールが盛り上がってくる感じがしますので、耳周りですね、耳は基本自体は3なので、2.5 で、明るいところをね書き込みます。で、唇の口の上のここですね、ここもね尖ってますんで塗ります。で、ここに塗ってるのは 2.5 だったと思うんで、2かな、ここですね、この辺を これで、まあ、グラデーションが出来上がったということにしたいと思います。で、この状態だとねやっぱり覇気がないと言いますか、なんかあまり人間らしくないんでね、今から口元とかをね書き込んでいきたいと思います。